第3試合株式会社ストリームプレゼンツタッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー127バンドレイ、210バンドキクタロウ、青コーナー体重内緒Thank you.
よ。
勝者伊豆リンコ。試合でございました。いつね菊池さんがリングの中に入ってて営業するんじゃないかって、ね、いや本当に、まああの、まあ、あの今日のテーマはあの泉田さんがねあの醸し出す負のオーラというか、毎週あのシュールなあのネタが皆さんに通用するかというのが、今日の私の、まあ、あの課題だったわけですけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。よく見えたかと思います。ありがとうございます。いやまあそんなこんなでね、今回は第2試合が映像ということでしたので、私もね新たなビジネスを考えました。メイン以外ね第5試合ぐらいまで全部映像を見せるというですね、下手すれば興行全部を映像にしてしまうというね、当日はもうタバコ吸って待ってればいいというですね、そしたらね映画館でプロレスができるんですよ。どうですかね、マイカルシネマズね、どこどこの2号館で何時と何時と何時できますみたいなね、紅葉が押すこともありません、きっと誰も来ないと思いますけど、でもね映像で、まあ、あのメキシコの、ね、本番の試合はああいう形でしか見れないので、でも今後ですね譜面マニア、さっき、ね、ミステル加工さんが言ってましたけど、今後ですね CMLL とかからね、外人選手もメキシコの選手も呼んでくれるということで、まあ、絶対に僕の試合に組み込まれるというのはねないですけども、それこそ経費の無駄遣いですからね、ぜひこの覆面レストランばっかり集まる覆面マニア、今後とも愛していただければと思います。どうもありがとうございました。